はい。ひとつき万札清水です。えー、ひとつき万札本間さんのね、予想的中というところで何かというとですね、ADK がやばかったっていうのでですね、こう言ってたんですけども、ADK の社長が倒されてしまいました。はい。えー、これはですね、高橋5度目の逮捕容疑は ADK 問題っていうふうにね、2日くらい前にね、あげて、金の流れがどう考えてもおかしいと。私もね、上場企業だったらこんな、大企業だったらこういうやり方はありえないっていうふうに言ってたら、社長を逮捕ということになって、 まあやっぱりそれあの金の流れはねどう考えてもおかしかったんだけどまさか社長逮捕かっていうところはですね予想が外れましたで予想が外れた点はもう一個ありますこれはですねサンアローの次の5度目の逮捕に ADK を残しておくだろうと思っていたんですけどなんと4度目の逮捕ですでに高橋 ADK に行きましたんでこれはですね ADK が五輪汚職問題でまあ一応ですねスポンサーとして扱ったのはパーク24そちらに JOC の 武田元会長がついに来るのか来るのかっていうところで、えー、本日もお送りしていきたいと思います。本間、はい、さんはね、いろんな。あのー、まあ、メディアの問題を取り上げてるんだけど、主に電通オリンピックについて、最近はね活動されておりますので、本間さんに聞きたいと思います。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おーはい、そう、えー、だからやっぱり、やっぱちょっと今朝から。今朝って、ね、うん、これ今十八日。 はい、日の12時ぐらいに撮ってます、ね、12時に撮ってるんだけどうん,うーんまあ ADK 誰か逮捕されるよなとうん、うん、っていうのはもちろん予想済みだったけど、うんうん、社長ってなるとやっぱりさ社内も大混乱だよねねこれね社長とですねもう一人名前が3人逮捕されてるんですよね。うん、専務と社長とあと元社員と田,田俊きさん。 あれこれって、身長がこの言ってた、五輪汚職、特捜部が次に狙う ADK ルートのキーマンは野田聖子の議定だったっていう、ですねまるで野田聖子が五輪汚職に関連してるかのようなあのー、記事ではあるんですけども、これはですね、えー、関係なくって、野田聖子の議定なんですよ。で議定が T さんって書いてたんですよね。で、T さんって書いてて、かつ、あーのーこのなんか本部長。 補佐とかっていうふうに書いてて、うん、ADK を退職しているっていうふうに書いてたんですけどもこんながロン毛でガングロっていうふうに書かれてたんですがこれ私調べたんですけどうちの番組でも紹介したと思うんですけどその多田さんもご逮捕されまして野田聖子のことが嫌いな人はですねもう旦那は反社会と歓迎してたのか挙句の果てに規定はこれかよっていうことであの言われるんですけどそれはまあまた別のもうほんとを用抹殺なんでどうでもいい。うんうん まあさこのね元部長だけが逮捕とかだったら、うん、社長と専務がい一気に逮捕っていうのは結構 ADK にとってもきついよねこれねいやいいですいい,いいんですいい前も紹介しましたけどベインキャピタルというですね海外のところに買収されておりますからこういうの厳しいですよ、うん、なのでえー、いいんじゃないですかむしろ ADK ホールディングスのこの上の社長ね 上野新一さんという方はですね68歳で同志社大学を卒業されていてずっと ADK 叩き上げ人脈ですよまあこういう人をあの排除できるっていう意味ではあのいいんじゃないですかね排除できるあの要するにいわゆる海が<ー>買収した側からするとう,ーんうんまあそうかもしれないけどさ、うん、俺社長とかが逮捕とかされちゃうっさ、うん いろんな仕事止まるよねねきっと、ね、いやめっちゃ止まるよ <laughs> 止まるでしょ止ま売り上げが落ちるじゃないよそれそしたらやっぱりあいくら社長一人か二人飛ばせたとしても大丈夫なの、うん、その外資はさ大丈夫気合入ってるからあそううんでちなみにあの ADK なんかプレスリリース出してるかなって思ったらえっとこういうホームページになってました見てくださいほんまさんああもう出てんのはいあのいや出て,の出てるかなと思ってチェックしたんですよ うん、はいアクセス集中です開きません <laughs> ADK のホームページ開きませんみんな今必死でみんな必死でクリックしまくってますはあちなみに ADK って一番の大物です今回の中でどういうことかっていうと、うん、角川の売り上げと青木の売り上げ足したよりもでかいからで、ね、この会社 角川と青木の方が一般人向け商売をやっているから有名に見えるけど、うん、あの売上規模的には角川と青木達謝よりもでかいですから、うん、やっぱあのー、大ダメージですよだよねうんまあいろんなことやってるしな ADK もなか、うん、なんかちょっと厳しいぜうん 社長逮捕ってのはやっぱなちょっとな広告外まあ広告会社的にっていうかねえ、うん、やっぱりしたなあそうだろうね、うん、でやっぱさうーん例えばプレゼン、うん、ね例えば電通箱堂とのきゅ競合プレゼンがあると、うん、社長が逮捕した会社にさ 業務頼みにくいよねねやっぱ、ね、いや業務頼みあと本間さん、はい、えっと日経新聞によると逮捕されたのは専務じゃないですあ専務じゃないのはいあの専務はあれですよね角川ですうん ADK はえー、っと久松う容疑者五輪担当室長あと本部長補佐の、はいえー、多田俊昭さん,うんそして社長の上野さんあそっかし、はい、そっか であ ADK、うん、なんとか根性で開きました、うん、ホームページえプレスリリースうーん出てないねまだかまだ、うん、今てんやわんや中でございますそうだろうなもうああだこうだああだこうだっていうふうに電話なりまくってるだろう広報室とかいやこれだし用意してなかったってことはあれだね 寝、ね、耳に水ってやつだ ADK 的にも一挙関係者一挙3人っていうのはちょっと予想してないんじゃない,いやー。ていうか社長が逮捕っていうのは予想してないかもしれないうん、うん、室長と多田,田さんの逮捕っていうのは ありえるかもなでももうただ首に切ってるしなうもうやめてるしな2019年にってうん、うん、まあ、さか社長まで倒された思うーみたいな感じ <laughs> <かっち笑>そうだよちょっと社長さちょっとさ、うん、っていうかほらまた段階踏んで社長っていうんだう、うん、一気に社長ドーンっていうのは、うん、ちょっとやっぱりびっくりしたんじゃない、うん とこれはうん大変だな、うん、いやほんとさだからほらプレゼンテーションとかこの二三日中にあるとうん兵庫プレゼンテーションとかさ <laughs> よーし歩堂から仕事取ってやるぞーよーし、うん、電鋸に勝つぞうちにはドラえもんがついてるんだクレヨンしんちゃんもいるぞーあえあでプレゼンの場に来るわけですよ。 あどうもどうもあええ ADK のなりなりですって言って <laughs> えー、ちょっとあの社長の逮捕されましたよねオタクって言われたら <laughs> はいすいません帰りますごめんなさいごめんまささよならコロッケーさよならってるな,な,なるでしょそりゃ <laughs> なっちゃうでしょきついよね、うんうん、いや室長クラスだったらいいじゃん別に、うん すみません、ただうち、ちょっと室長がやんちゃだったんで、とかさ、さあ、うん、なんかさあ、笑い話にできるけど。うんうん、いや、うち、ちょっと社長がやんちゃで。<laughs> <laughs> 社,長社長がやんちゃじゃ、やべえだろう、前毎回。<laughs> で、まあ、あと、ちょっとね。これ、前も指摘した話なんですけど。お金の投げ方が一番やばいんですよ、A. D. K. は。うん。 あのまず青木これはコンサルタント会社コモンズにコンサル料を払ってるから言い訳ができる、うん、で k a d o と大行もコモンズ2をかませてるからこれも一応隠そうとしてるわけですよだけどサン・アローと ADK が民会社にに振り込んだっていう,ふうに言われましたよね、うん、でこれに関して前も説明しましたけどサン・アローはまあ創業者がやっている小さい会社ですよ まあ普通の会社よりは大きいけどね。だけど、社長の一存で決められるレベルですよ。だけど、ベインキャピタルに買収されてね、超大手大企業で売り上げ4000億近くあるところが、休眠会社にお金を振り込むというのは、どう考えても社内の決済でおかしい、経理部長がチェックする、ホーム部門がチェックする、で私自身、ADK よりも全然小さい売上げ100億円くらいの 上場企業の監査役とかやってたことあるけどそれですらチェックしてたんだから休眠会社に1900万円っていうのはホームと経理を騙さない限りこれ無理だっていう話を、うん、して誰か絶対と捕まるよっていうのが23日前の動画ですよ、うん、そしたらさ社長がやってたってこれですよこれ、ね、これなんか本当大きいよと と社長まで絡んでるんだったらさ接待交際費を工面してですね嘘の金でも作って裏金作ってそれを休眠会社じゃなくって現金で渡してる方がよっぽど安全だったよこれ。何なんだこのやり方は。うーんとすると社長まで言うことを聞かなければならない存在というのは一体何なのか パーク24の JOC 武田会長にご忖度されたのかなと案えちゃうなっていうふうに、ね、あの引っ張り続けて武田の宮元皇族逮捕は一体いつになるのかとそうだねそうなんだよいやまあ ADK 社長逮捕っていうのは、うん、まあなんていうのやっぱりそういう会社組織的な部分で言えばすごい衝撃なんだよ、うん やっぱりさちょ,っとたちょっとねここにこう集まってるあの出演者たちの中ではちょっと小粒に入る <laughs> そうねそうね。ジェオシタケダまだかと。その次の森はまだなろうかと。 あの辺りに比べるとどうしてもちょっとね橋役な感じだよねでも皆さん社長といえどもんでも皆さんご安心くださいこのパーク24をスポンサーとして扱ってきた ADK しかも社長まで行くっていうことは、うん、これはちゃんとちゃんと武田と森本師匠に行ってるからそうだねだってサンアロだと思ってたもん逮捕、うん、だからもしかすると検察もちょっと焦ってるのかもしれないよ で今日サン・アローを今家宅捜索してるんだよね、うん、えあサン・アローも家宅捜索なんですかね、うん、ADK もじゃなくてそう ADK もしてる、うん、でまあサン・アローはだからまだ逮捕者逮捕者がいないのうんうんうん。でもお金を送ったっていうことだけはあの報道されてるからさ送った人の逮捕がないとおかしいじゃんこれさうん、うん、だからああ この流れでいくとサンアローあたりはあのなんか可愛い本書いてたあの社長が関口さんね捕まっちゃうのがだってこれ見てくださいよあのほんまさん <laughs> このサンアローのね、えー、これ見てほしいんですけどちょっと送りますねはいこのそこ五輪リン汚職事件大会マスコット販売会社サンアローを固く捜索って書いているこの写真を見てください 写真なら、うん、あらあら <laughs> 切なくなるクマ <laughs> ちゃんが出ちゃってるねクマちゃんが <laughs> うんそれでだ,だからこの後はやっぱり三ンローの誰かがさ、うん、ねっ逮捕されるわけじゃない、うん、その時にね サンアローの誰それ逮捕じゃなくて、うんうん、どっかメディアどっか間違ってあのミラソメを逮捕っていうとかにね出ればさミライトは逮捕ソメイティ逮捕とかっていう <laughs> いやそれぬいぐるみやからっていう <laughs> 出ねえかなと思ってどっか間違って打たねえからうーん,うーんトースポあたりがさミライトは逮捕 って出したら大変さすがトスポッういやちょっとちょっとさちょっと悲しくなっちゃうねこの会社のこれ。い <laughs> ぐるみちゃんでしかもなんかさコンテンツ扱ってるだけあってさこの本社もさなんかちょっとかっこいいですよ今東京地検家宅捜索に入るこのなんか。 なんかちょっと面白い面白いっいうか,なんか歴史を感じさせるあ玄関じゃないですかこれかっちょいいかっちょいいでしょちょっとかっちょいいよああなんと生網打物でじゃああれなのあのこれで社長がさ、うん、逮捕されて 車いやまだ逮捕されてないけどね <laughs> まだされてないけど誰かが逮捕されて、うん、こっから出てくるときに無数のテディーベアーとかがそれを阻止しようとして <laughs> あーってなったりしたらいいのになないですね悲しいですね <laughs> 悲しいな悲しいななんか切なくなる <laughs> 子供の夢踏みにじったなおい なん,かな,な,なんでそんなことまでしてやりたかったんだよっていうさこのでもやっぱ上松さんあ上野さんか上野伸一さんかこの ADK 社長がなんでそこまでやるっていうのがよく分からん理由がうん、うん、だから結局 ADK もサンアローも、うん、なんでそこまでやりたいんだっていうのさ、うん 交通してるよねねなんか、ねうん、まあでもね ADK はとにかく、うん、あのー、まあそれはパーク24に絡んで、うん、<laughs> パーク24の売り上げ全部電通に持ってかれるのが嫌だっていう人、うんうん、それとうんーとまあほらえっとあのー、一応ね一応、うん、オリンピックの業務を ADK もかんでましたっていうふうに、ん まあ言えるようになる。委託されてましたよと。うん、うちはそれだけの能力があるんですよと。うん、っていうふうにまあ言えるようになるっていうのは、うん、まあ損ではない。<laughs> なるほどね。だからまあ、いやそれでもちょっと待てって思うけど。うんうん、理由としては多分そういう理由だと思うよ。なるほど、ね。パーク24の売り上げ。 全部電通に持ってかれる危険性を感じていた。うんで <coughs>、そうならないようにし,してもらって、しかも ADK、こんなに力があるんです。うちらもオリンピックやったんです。やってねえけど、実際。<laughs> やってねえけど。<laughs> まあ関わったんですよとこう言い張れ。言い張れ。うんもうだってさ。 まあ言い方はいいけど広告会社って、うん、まあ変な話はったり勝負みたいな会業,業態じゃない、うん、うちはあれもやったよこれもやったよこれもやったよって言ってでほん,はほ,ほ,ほ,ほんとはほとんどやってないんだけど、うん、そう言っていろんなところに自分の会社の実績を宣伝してさ、うん、でまた売り上げを増やしていくていう,うん電、うんまあ、通とかいうことぐらいになるとちょっとそれそんなことする必要も,もうないけど、うん でもそれ以外の会社だったらみんなそんなもんだよね、うんうん。でだから代行もそうだから代行もな。ってことはか代行は大広告会社の代行っていうところがあってこれもまた売り上げ1,000億ぐらいあるんですけど、うん、ここはですねあの本間さんの元お仕事先の,あのお勤め先の博報堂の子会社。うん でしかも、あの代行の社長は落合さんといって本間さんの知り合いっていう。俺はだってさ、うん、ね、青木も会長捕まって、角川会長が捕まって、うん、ADK も社長が捕まって、つまりトップがみんな捕まってきたわけです。サロも社長捕まるかもしれないし。サン社長も捕まるかもしれない。ただし、代行だけは今のところ。部長だけだからな。<laughs> あれは落合さんうくなってきたかいやーちょっと首筋がかなり寒くなってきたかもな連絡の木を差し入れましましょう連絡の木をで一応なんか記事によるとでも代行は、うんうん、この逮捕された部長がそのあれホームを通さずに勝手にやったって書いで、うん、そう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  だけど、誰かに、誰かっていうか、社内の誰かには言ってたと。うんうん。その誰かっていうのは誰なんだっつう話で。そうね。だってさ、いくらホームをぶっ飛ばすっても、いや、ホームを飛ばすっていうことはできなくはない。うん。だけど、金をさ、動かしてるじゃん、金を。うん、そうするとだ、やっぱり、 社長の決済とか社長に準ずる金を動かせる人の決済必要じゃない。えー、これは時事通信のですね10月19日の朝8時24分えー、元理事就任前から政宅受け代行に便宜4項目協賛金減額などの記事のですね下の方にこう書いてあります うん、関係者によると高橋容疑者は代行が電通から得る、えー、数千万円の委託料から半額をコモンズ2へ支払うよう要求谷口容疑者は独断で社内の法務審査を通さず、うん、上層部に報告のみで了承を取り付けたと見られる、ね、これが社長だったらそ,そうやべえやべえ それはやべえ、ね、だってででしかもさ執行役員でしょ,ょ谷口さんってあっ執行役員だよね谷口さん違ったっけあ執行役員で<に>執行役員、うん、ってことは上はもう取締役しかいないんだよいないでしょ、うん、でしょうんってことはやっぱりちょっと怪しくなってきたなうん一体どうなるんでしょうかやっぱちょっといやそれでさ大広の社長逮捕ってなったらこれ 堂も責任問題だよねいや博報堂さんもね「うん、あんたこの責任は親が取るもんやでどうなる思ってはるんですか?」みたいな感じで世間には思われますよそりゃまあ思われるよね、うん、まあ普通のねたまああんま関心のない人はさ、うん、あの代行の百博報堂が代行の100%の親会社なんて知らないけどね。 みんな知ってるけど。じゃあそれではですね、そのこれだけ言います。上層部今送りました。<laughs> 執行役員が1,2,3,4,5,6、6人います。っていうかた<え>にた <laughs> これまだ入ってんじゃん。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。何？で今ね。うん？ちょっと待って。急いみ急い。ええー、何なになんなん,なんなの？ この取締役副社長執行役員の安藤輝彦って、はい、これ博報堂でも執行役あの確か安藤さんって言ったら博、うん、報堂のあのクリエイティブの大物なんだよあ本当だうんへえ<ー> <laughs> だから100%資本の上でトップと副社長がさ社長と副社長があの 合同から来たんでしょ。だだもう完全にこんなの。やばいなこれ。だからちかさん矢口義和ですよね。これ執行役員。まだ執行役員なんだね。これ。そうだね。え、まだ執行役員なのこれ。元になってないの。うん。増はあ、でもまあ一応報道でも元とは書いてない。 でえー、っとこの上層部に報告するとしたらですね1一番下からいくとジェームズ・ブルースさんに言った可能性があります誰ジェームズ・ブルースってか博報堂にもいたような気がしてるなジェームズ・ブルース博報堂だジェームズ・ブルース博報堂でホームページ出て博報堂入社してるじゃんこれだろう1990年博報堂じゃんなんか痛いたような気がした あれ <laughs> じゃあ次えっとこれなんて読むんだいずみねええっ誰ああいずみだろうねえー、これはなんて読んだう、ね、えっとこれは京介とかって言われてるやつですけどき京介とかの京ね、えー、それに対して英雄の「うね,ね<ー>英雄で、えー、この人は,本当は知らんな。えー、この人は 代行のプレスリリースを見ると「あ取締役になりました」というふうに出てるだけだな。うん。えー、泉さんは「これは博、えー、報堂 DY マトリックス取締役副社長」と書いてありますよ。ああ<ー>。じゃあこれも博報堂じゃねえかよ。<laughs> いやえー、っとだから博報堂から来た人じゃないんじゃ。 大も元のえ白博報堂って書いてるよあそうなのうんまあじゃあ博報堂からいっぱいとにかく来てんだねえー、次に大地さん大地さんはうん大地さん大地さんあ大地さんは前からいるのかうんうんでえー、次に福井純一郎さんうん、えー、福井純一郎さんも前からいるっぽいですねこれはなるほど で山下博次さん、うん、これがずーっと白報ほど上がりの人ですね。ほうんおおこの取締役常務執行役員ね。うん、で熊谷勝彦さん熊谷勝彦さんはどうかというと、うんえー、ちょっと待ってくださいね、えー、熊谷勝、えー、彦で検索するとうんと 熊谷克彦さんはん出てこないぞちょっとわかんないねこの人はうん、うん、まあ、でもトップは博報堂ですうんだからこのもし<っ>落合幹事さんか安藤輝彦さんかジェームズブルースさんにもし相談してしまっていたらあと泉さんにも相談してしまっていたらこれ博報堂まで行きますよこれほんまかついで <laughs> あーあーって感じだよなついに白鵬堂にもいやまあとにかくさ大広のまあそうだよだから、うん、大広の役員以上がね捕まればさ、うん、俺は白鵬堂の責任はどうなんだってことにはなるわなな、うん、るでしょういやー 安藤さんこんなところにいたんだまだ。中いうわけで、うんえー、こういういやーこれはもし博報堂まで行ったらですねもう電通白報堂 ADK 代行もうなんかちょっと読み子あたりが寂しい思いしてるんじゃないですかね <laughs> 僕も仲間に入れてほしかったっあああ読み子をね DY ホールディングスしたから。 広い道は一緒なけどさ。あ。あ<ー>福井純一郎、これ。これも博報堂や。あ、そう。うん。兼務先に書いてるもん、博報堂ディーマトリックスって。うん。うんうんうん、この泉さんは博報堂 d y マトリックス。いるでしょ。なるほど、ね。うん。いやー、これ、ちょ。あ、厳しいね。 熊谷さんかこれは博報堂ではないっぽいので、うん、だから箱この上層部にもしあの博報堂を相談してたらもうやばいよやばいよな、ね、やばい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 俺はやばいよねうん俺はちょっとやばいかもよだってとにかく誰かは逮捕されるだろうこれいやまさか 上層部っていうのをこのとつかまった代行の矢口さんが全く口を割らず「わしが全部やったんです」っていうこう言って「<laughs> こんな代行って何あのヤクザだったの?」っていうような制、うん、度じゃないだろうからねゲロっちゃうんじゃないですか多分ゲロってるなぁ、うん、まあねまあねうんあのー 王子の昔のお茶屋さんを知る人だったら、うん、まあお茶屋さんならやっちゃうかもなって言うだろう。うん、うん、うん。いいじゃねえか、やっちまえよってぐらいのノリノリの人だったから。<laughs> 本当に <laughs> まだ捕まってませんよ <laughs>。やり手だったのは事実だと思いますけど。やり手やり手。うんうん、ものすごいやって、うん手。いやっどうぞ。まあ 今日ね、エディケガーとか大好が博報堂との子会社の関係で人事がどんだけマニアックな話してるんやうちら。マ <laughs> ニ<誰>アックすぎる。かなりマニアックだね、これね。広告業界ある <laughs> あるとか。業界の人 <laughs> これ今日の会話さ業界の人間。業界の人間って。ちょっと戻しましょうね。 あの森と武田に行くためのルートなんだってあるし戻しましょう。これついつい探査<ー>役やってた身からするとこのお金の動きはおかしいねとか役員の構成を調べてみようとか <laughs> <laughs> ちょっと渋すぎます話題が。<laughs> <ー>いやそ,そっちの方があの本筋だったけどね本当は <laughs> ついあの追求する方からすると。あ うん、まあでも、えー、もう一回ちょっと改めて言っとくと ADK が五輪のスポンサーを扱ってたのはパーク24でパーク24に JOC の元会長の武田さんがいてこの武田さんっていうのがあの高橋春之容疑者と、まあ、めっちゃあの招致の段階からもうズブズブに黒いお金を動かしててフランス検察からは黒っていうふうにこう言われたわけですよね。うんうん いくかだけど日本では無罪を褒めで、とにかくだってさ、フランス検察が黒って認めちゃってんだよ、ほぼ認、うん、めちゃったしほぼ認めた人間がさ、うん、本家、日本ではさ、全然なんだかさ、何のあれもなくやってきて、うん、まあ検察としても結構苦い思いだったんじゃないうん,う,んうん。 な何日かで引っ張れるんうん、うん、引っ張りたいでしょこれそれは引っ張りたいちなみにパーク24、えー、役員人事を発表してますけどここで何か武田とかクビにしてたら面白いんですが今のところは特にないですねそれううは<う>、うん、できないだろうまだまだできんだろうないやー武田ね まし、あ、しかしこれでこれでさ、うん、ADK のカード使っちゃったからさ、うん、新たなルートが出てこないと20日後に検察はちょっと困るじゃないえ三アロー残してるじゃないですか<え>3アロー残してるあだからでも三アロー今日もう家宅捜索入っちゃってだからえっとだから5度目の逮捕は三アローになるんじゃないですかだけどだけそりそり弾がなくなくってきたから そそろそろ新しいの、うん、どこにしようかなねどにしようかなってここんところほら新しい新しい仲間のさ <laughs> そう投入がなかった発表発表がなかった、うん、新しい仲間、うん、なかったなかったから、うん、そろそろねあのおかわりおかわり欲しいよねお,おかわりくんの名前が欲しいみんなもそろそろあの新キャラの登場を待ってるんじゃないかなとでしょ思いますよ じゃあちょっとオフィシャルサポーター一覧ラインをチェックしてみますか。うん。青木。これ逮捕されましたね。で、アグレッコ、これは多分関係ないと思うんだよね。電源サービスだから。うん。ECC。これちょっとどうでしょうか。代行の。が扱ってるところです。ね。でもいまだにさ、朝日新聞とかさ、うんうん、ECC 名前出してないんだよね。よっぽど ECC は大丈夫なのかな。うん。次、e y ジャパン。 税務監査コンサルティング会社。なんかこれも変だけどさ。そして門川と捕まりました。Google。これはないでしょ。これはないな。うん。国よ。国よ <laughs>。文具メーカーの国よ。どうでしょう。とめないな。なんともないけどさ。うん まあうんでも国用ってさ、うんうん、何気にでかいんだよね、うん、今売り上げでかいよ今どれぐらいだったっけ国用,国用の売り上げですかうん国用の売り上げ高はえー、っと大体四半期で700億だから3 0億くらいあるんじゃないですかね今ああ<ー>売り上げそんなもんか。うんあのー、うんうんまあでもなんだろう 会社のさ、うん、会社の規模からするとオリンピックスポンサーになるのはちょっと大変かなみたいな感じだけど、うん、でもあの会社わざわざ高橋さんに頼んで入れてもらうとかっていうそういうなんか動きしそうな会社じゃないけどな次清水建設。 あこれはさ、うん、なんか別の思のがあり,、ね、なりそうだね。これは,これは別のものがありそうだね。なな別だよね。次は、田中貴金属。うんこれ関係ないと思うな。テクノジム、フィットネス機器これは何となく怪しげな雰囲気を持っているな。<laughs> 次は、 野村,工芸者野村工芸はね、うん、あれ、あのー、実質的な仕事を請け負ってるからねいろんなそのほらあちこちのパブリックビューイングやるんとか、うん、あとあのー、ほら聖火ランナー聖火ランナーじゃないごめん聖火リレーやる時の造作とかさ。うん、ですよね。 わざわざ金払って通ってんじゃないと。で、パーク24逮捕でしょ。そして、パの次は、パーク24の、もう一つのパ、パソナ。これが来たらね、みんなが願ってるパソナが。もう、あはっ,はっ,はって多分いいよ、祭りになりますよ、これ。お祭り返し。 うんあとはボストンコンサルティングマルダイ食品森澤ヤフー産経北海道新聞うん産経とか北海道新聞がクリア楽しいけどなうんいや面白いね、まあ、<laughs> ぜひ北海道新聞と産経新聞の社長が逮捕されて札幌五輪が全部ぶっ潰れてほしいところではざいますけどそこまでや <laughs> ってはいかないだろうな、うん、きっとはうん まあ産休人聞もなー、うん、金もなんかないからなー、うんうん、きっとブツブツ交換でさ、うん、うちの紙面100回でも200回でも使ってもいいからって言ってなったんだと思う <laughs> ああまあちゅうわけでうんまあまた前進したわけですよ新キャラどこかなパソナだったら一番面白いけどねやっぱりそろそろ新キャラをね出してほしいね 一番びっくりし入ってびっくりなのとここ別に地味だからいいかなと思うのが「森澤フォントが」とかって言われたらさ「あそっか」みたいな感じになるんですけど地味だよね、うん、パーソナとか ECC とか清水建設国あたりだったらもう衝撃が走りますけどねうん、うん 一体どうなるか。まあ、つま,りまだ可能性がなんとなく匂うようなところはある。うん,うん。うん。これで終わりではあるまい。六回目七回目の逮捕が控えておりますよ。うん。うん、ジムがなんかやしいんだよな。テクノジム。だってさ。でもテクノジムって本間さん、あれですよ。海外の会社ですよ。あ、そうだっけ。うん、テクノジム。 私はあんまり関係ないと思うけどな海外じゃねえか悪くないかうん,、うん、うんだってテクノジムの本社ってあ,あの本間さんもいらっしゃったあそこですよイタリアですあそうかイタリアですえマジでおえー、マジでって言ってもマジですへえーうん、あっそうなのそうな,そうなあのそういうほら会社って大体あのアメコーガやってるんじゃないのケガケあそう テクノジムね正確には日本にあるのはテクノジムジャパンうんうん,うーんじゃあ違うかうん外資がわざわざ高橋先生にお願いするってことはないかないでしょうだからまあ清水建設とかパソナとか ECC とかそのあたりかなうん、うん、まあほら青木とかさ角川の会長もあれだろうこのままだとちょっと寂しいだろう うん、あのもうちょっとビッグネームのビッグネーム中に入れてね、うん、もう、あ竹中平蔵さまで捕まっちゃいましたか、大変ですね、とかって、懲役先を見立てやるって、まだ刑事裁判終わってないから、あの有罪じゃないんですよ、皆さん,、うん<ー>うん、産経新聞の社長とかがですね、と捕まって、ね、あのどうも僕も仲間に入れてもらっていいですか、<laughs> お前、そんなことやってるから、全国紙じゃなくなるんだよとか、有拐廃止になるんだよとかって。<laughs> <laughs> あ,あそれでいい。うん。それでいいわ。それでいいね。うん <laughs> うん。まあ、どうせな。3K はまあもうね、4、5年以内なくなるんだからさ。まあな。え、さいい、いいだろう、う別にとっ捕まったって。<laughs> いや、あんま関係ない、そういう理由で <laughs>、まあとっ捕まる、とっ捕まる関係なく、いや、とっ捕まった方が売り上げ上がるかもな <laughs>、うん。むしろ。あの、<え>ちゃんと改革をやって。ああ<ー>、あ、うん、ったいいかな。 いやでもね今回の問題何が腹立つかっていうとですよ今日ね一番荒れてるのが1世帯当たり最大2000円を検討電気代で政府負担軽減策っつって1世帯二千円かよっていうですね 2,、はあ、2> 0円って何ひと月一ひと月ですしかも検討に入っただけです また遣唐使じゃこんなんでさあうまくいかんや、ね、2000円はい NHK も何だか偉そうにさ、うん、なんか「来年の10月から値下げします」とも言ってるよ、ね、早いなあいじゃ遅えな <laughs> 来年の10月からとかお前今言ったってなっていう <laughs> ああまあちゅうわけでちゃんと森吉郎武田につながる道なのでねえ、エディケってどこだよってね思うかもしれないけども結構ちゃんと進んでるようんそうだはいじゃあそして武田,に武田にたどり着け武田にたどり着いてほしいのはもう寒くなってきたよ武田の前で張ってるカメラマンたちももう秋だよ <laughs> 秋深く隣は何をする人ぞっていう感じで武田は何してんのかなって多分みんな思ってれば寒いなーって思ってる思ってる寒いなーってうん,うんちょっとねそろそろねうん合法一発武田逮捕う,うーん行きたいな庶民は地に植えております逮捕に植えておるのですパンとサーカスがない中もう楽しめるのはこれぐらいです <laughs> というわけで、えー、本間さん、本日もどうもありがとうございました。ね。まえま、ー、えまあ、予想の斜め上を行きましたね。ADK、絶対逮捕されるとは言ってたけど、<ー>社長まで行くとはっていうのと、サンアローの次かと思ってたら、まさかの ADK が先だったっていうんですね。はい、本間さんのね、あの、ブラックボランティア、角川から出たりもするので、千曲から出ている東京五輪の滞在もぜひ買ってほしいなと思います。それでは、今日も読書。 ではでは。はい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の寒波がないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、寒波よろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。